はい、今日も社長の仕事を始めていきます。今日はですね、ご意見番になろうという話です。で、このご意見番というのは、その業界の中で、発言権が大きいとか、またこう発言する機会が多い、そして、消費者からこう信頼されている人ですね。こういう人だったりとか、会社のことを指しています。で、このご意見番というのは、必ずしもその業界の最大手じゃないんですよね。例えば皆さんの業界でよくね、そのメディアに出てくる人とか、いると思うんですけど、そういう人が必ずしもその業界の最大手であるわけではないと思うんですね。ただなんかよくいろんなところでこう意見、述べてる人がいると思うんですね。で、そういう人をご意見番というふうに呼ぶわけですよね。で、こういう立場になると、非常にビジネスやりやすいですよね。何よりも、非常に知名度が高まると。いう大きなメリットがあります。で、普通はですね、広告費を、ものすごい大きくかけてですね、それでこうだんだん有名になっていくんですけども、そういうご意見番のポジションを取るとですね、メディアが持ち上げてくれるので、もう何億円ぐらいのですね、広告宣伝効果が、あるわけですね。それで一気に有名になって、その会社が繁盛するということがあるわけですね。なので、そのご意見番を目指していくっていうのは一つの戦略かなと思います。で、じゃあこのご意見番になるにはどうすればいいかという話をしていくんですけども、まず一つ大切なのが、やっぱり情報提供というか情報の発信をしていくっていうことかなと思うんですよね。今であればこういう YouTube だったりとかブログだったりとか、いろんなこう手法があるので、そういう場で自分たちについてのこう情報発信をしていくというのがまず何よりも大切ですね。ご意見番ということなんで、まずご意見を言わないと話にならないんで、情報発信がまず大切ですということですね。じゃあ次のステップとして、じゃどういう情報をね、伝えていくのかと、発信していくのかっていう話になってくるんですね。で、ここで、自分たちの商品とかサービスの、情報ばっかり発信しても、それって単なる宣伝というか、自己アピールにしかならないので、ご意見番には絶対ならないですね。で、自社の商品とかサービスだけを宣伝してる人は、そういう人ですね。メディアの人が、この人テレビに出そうかなとかね、この人の話聞いてみようかっていうふうにならないんですね。なので、ちょっとその辺は情報の、発信の内容を工夫しないといけないということなんですけども、じゃあどういう情報がいいかという話になるんですけど、これはね、私も日々工夫しながら、研究しながらやってるんですけど、一つ大切なのはやっぱり消費者目線であるということですね。要するにメディアの人たちっていうのは、いかに消費者に受ける記事を出すか、情報を発信するかというところが、彼らの一番の焦点なんで、ってことは、ご意見番の人がいかに消費者目線で物事を語ってるかというところが、一番のポイントになるわけですね。で、考えたらですね、自社の商品とかサービスの説明するんじゃなくて、で、例えばですね、皆さんが売ってるその商品とかサービス、似たようなね、その会社がいっぱいあると思うんですよ。例えば美容師さんだったら、いろんな美容師室ありますし、なんか工務店だったらいろんな工務店あると思うんですけど、その消費者の人がその種のビジネスを選ぶときに、どういう視点で選べばいいのかというですね、例えばそういう情報を発信していくということがあるのかなと思います。で、例えばですね、この場合にどういう業界が当てはまるかというと、不動産屋さんとかですね、中古車屋さんとかですね。そういう業界って、結構ね、消費者が見ると、ブラックボックスなことが多いわけですね。例えば皆さん、不動産なんか探すときにですね、なんかこうネットで探すと思うんですけども、その時に、ネットで探すと、その同じ物件をね、扱ってる不動産屋って結構いっぱいあるじゃないですか。で、その中がどういう視点で不動産屋を選べばいいのかって、わかんない人が多いと思うんですよね。で、例えばそういう、不動産屋の選び方を教えてあげるとかですね。で、中古屋さんであれば、中古屋さんも、あれですよね、いろんな中古屋さんがあるので、まずどの中古屋さんから買えばいいのかっていうのを消費者の人って分かりづらいと思うんですよね。なので、じゃあどういう中古屋さんを選べばいいかっていう、話をしてあげるとかですね。そういう商品とかサービスを選ぶ基準っていうのを、教えてあげると。そういう情報を発信していくというのが一つ、あるのかなと思います。あとはですね、その業界の、裏側みたいな話ですよね。その業界の人でしか知らない話をしていくということですね。例えばですね、これもちょっと例に挙げて申し訳ないですけど、保険屋さんとかね、
こういう話はいいのかなと思うんですね。まあ、ちょっとね、保険業でどれくらいのこう情報発信の規制があるのかわかんないですけど、で保険って本当にその保険を売る側と買う側の情報の格差ってめちゃくちゃ大きいと思うんですね。一般の人ってほとんど保険について知識ないですね。でも、その売る方はプロなんで知識があるということで、まあ、下手すりゃね、かもられる可能性がかなり高い業界なわけですよね。で、そういう業界の場合には、その業界っていうのがどういう構造になっていて、どういう収益モデルになっているのかっていうのをね、暴露するだけでも、消費者の人はね、結構、選ぶときに参考になるのかなと思うんですよね。なので、これって、ご意見番になるのって、販売してる側と、その買う側の情報の格差が多い、大きい業界ほど、結構やりやすいと思うんですね。まあ、というわけで、今日はご意見番になる方法ということで、まずはやっぱり情報発信をしていくという、まあ、計画をやっぱ立てないといけないし、じゃあどういう情報を発信していくかということで、その業界の中の人しか知らない商品とかサービスの選び方、会社の選び方だったりとか、その業界の裏話であるとか、その業界のね、闇の部分ですね。これをね、発信していくと。で、今だったらその YouTube もありますし、まあ、自社のホームページでもいいですし、ブログでもいいですし、まあ、そういうので、消費者目線での情報発信をしていくと。いうことはね、もう欠かせない戦略になってくるのかと思います。というわけで、今日はご意見番になろうということでした。